こんにちは、JBS 武蔵野志保です。今日はですね、立ち流ジムの、三浦コンディショニングコーチに来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、あのですね、はい、まあ、あの僕らもまあ普段スクール、それから、はい、まあ、スクールじゃない子どもたちだったり指導もさせていただいてるんですけど、はい、姿勢が悪いっていう子がすごく多くてですね、はいはい、前かがみな感じの子が多いんですよ。はい、でまあ、自分もちょっとそうなんですけど、多分そのスマホやったりとか、はい、勉強も忙しいと思うんですけど、はい、なんか普通に例えばバッティングで構えてもなんとなくこうなってたりとか、うん、佇まいが綺麗じゃないというか、はい、っていうのがあるんですけど、はい、それを改善するようなエクササイズがあればと思いますけど、はい、以前の動画でもいわゆる背中が丸まっている選手に関してはこう胸周りのこう動きを出すための胸周りのストレッチっていうのを、はい、多くご紹介してきたんですけれども、まあ、それと同時にですね肩甲骨についている筋肉ですね、まあ、肩甲骨っていう骨がだいたいこの辺にこうやってついているんですけれどこの辺に肩甲骨の動きを担う筋肉ですね背中が丸まるのを抑えたり、肩甲骨をしっかりとこう動きをこうガイドしてあげる筋肉っていうのがこの辺に多くついていますでここの筋肉が働かないともちろんさっきおっしゃってたみたいに姿勢も崩れますし、まあ、野球みたいな肩を使う、競技でいうとその肩の怪我だったり、それから派生して肘の怪我っていうところにもつながってくる可能性が大いにありますので、しっかりとここの筋肉を使っていくエクササイズっていうのをやっていくのがいいのかなと思います今日はちょっとそのエクササイズを、1点ご紹介させていただきます、はい、じゃあ今日ご紹介するのは、ラットフライっていうエクササイズになります普段からこう背中が丸まっている選手それから肩甲骨周りのトレーニングをあまりしたことがない選手にとってはきつく感じるエクササイズかもしれないんですけれど一緒に頑張ってみましょうじゃあ、うつ伏せにまず最初なりますうつ伏せになってこういった形で最初体はセットしますねまず最初肩甲骨をぐっと寄せていきます、まあ、ちょっと親指が上に上がるように肩甲骨を寄せますそしてこれだけでも背中周りの筋肉はしっかりと働くんですけれどここから腕をぐーっと親指と親指がつくように万歳していきますそこから戻ります寄せてぐっと伸ばしますで戻します背中の筋肉がうまく働いてないそれから弱い選手に関しては寄せて上げるときにできたらこれ耳のラインでこう腕をキープしてほしいんですけど腕がこうどうしても下がってきてしまいますしっかりと寄せたまま寄せた状態キープしながら上げていけるように頑張ってみましょう、まあ、もしそれがどうしてもできないっていう人は、上げるところまでいかずにこれだけでも構いません3秒間しっかり寄せていきますじゃあちょっと早速やってみましょうはいじゃあお願いしますまず最初、はいここを寄せていくように肩甲骨を寄せていきましょうそうですこの時にですねお尻とお腹ちょっと軽く力を入れてみてください多いのは腰だけを反ってしまうっていう選手が多いのでしっかりとここを寄せていきますはいそしたらそのままあさすがですねはいじゃあそのまま戻しますで一旦置いてリラックスです、はい、腰じゃなく今みたいにこう胸を反らすようなイメージでいってみましょうぐっとそうです、はい、そしてそうですね、はい、で戻します、はい、OK、です下さんの場合ちょっと若干こう腰が反り気味なので、はい、イメージはここに肋骨がこうやってあって肋骨が今地面についてると思うんですねこれをこう地面から離さないでですねやってみてください、はいはい、そうするとそうですもうこれくらいの反りになります、はい、で腕は普通に上げていいですこれくらいですねこれくらいの反りです3はいはいそうですいいですねはい思いますこれをだいたい10回1セットから2セットやっていただくのがいいかと思います今シモコーチが、やっていただいた時にもこうちらっと、補足入れたんですけれどこのエクササイズ の起きてしまう悪い例としてはもう腰を反りすぎてしまうっていうことなんですねやってほしいのは胸をこう反ることなんですけれど腰を反っちゃうこれ NG ですじゃあその違いは何かっていうと今こう寝てるとですねこう肋骨が地面につくのが分かると思いますこの肋骨が地面から離れてしまうとこれ腰を反っていることになります肋骨はしっかりと地面につけたままやっていただくと自然に腰の反りは抑えられて胸だけの動きになります
それだけ意識してやってみてください。お腹とお尻に気持ちちょっと力を入れるとそれを腰の反りを抑えることができるので、どうしても腰を反っちゃうっていう人はお腹お尻気持ち意識して力を入れてやっていただくのがいいかなと思います。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。投げることとかって、はい、結構多分こう開く動作ってすごい大切で、はい、結構指導してるとやっぱり こういう感じの子が多いんで、こう投げる時にこうなんですか、こういう感じで来ないですよね、はい、こう胸張るっていうか、はい、反る動きが入らなかったりとか、うん、反ってこう戻る反動があるじゃないですか、はい、でこの動きはないんでこう強い、まあ、小手先っていうか、はい、手投げになりやすいとかっていうのがすごい感じてるんですよ、はい、で結構このエクササイズはそういう選手にはおすすめですか？あ、もうおすすめですね。やっぱりこう球のスピードが出ない選手だったり、はいはいはい、あるいは肩肘に負担がかかる選手っていうのは、うん、最終的にここの一番こう体を開かなきゃいけないときに、はい、ここが弱いんですよね。そうですよね、はい、この反りとこの戻りが弱いんですよね。そうです、はい、でおっしゃるようにこう肘を抜くような、こういう感じで、はい、よくペローンって感じですね、はい、押し投げみたいな。そうです、そうです。だからこの辺だけこう、そうですね、それも典型的な例なので、はい、この辺の動きを作っていくとすごい大事ですね。はい、まあ、高学年とかに逆に結構多いなっていう印象があって、はい、まあ、だんだん多分体が大きくなってきたりとかするとか影響するのかなと思うんですけど、はい、私の指導経験からも、ね、すごくおすすめの、はいはい、エクササイズだなっていうのと、結構現代の子に多いかなって感じるので、はい、皆さんぜひやってみてください。はい、はい、では今回の動画は以上となります。概要欄にですね、スポチューバー TV のサイトの、リンクを貼っておきます。そちらでは、未来のジュニアアスリートに特化した情報を配信しております。三浦コンディショニングコーチのコラムもありますので、ぜひご覧になってみてください。それでは今回の動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンのほどよろしくお願いいたします。三浦さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。